イサクの犠牲、アンドレアデル・サルト、アルテ・マイスター・絵画館イサクを捧げるアブラハム、ローランド・ラ・イール、イサクの反罪とは、旧約聖書の創世二22章1節から19節にかけて、記述されているアブラハムの逸話を指す概念であり、彼の前に立ちはだかった試練の物語である。その試練とは、不妊の妻サラとの間に年老いてから儲けた、愛すべき一人息子。 イサクを生贄に捧げるよう彼が信じる神によって命じられるというものであったこの試練を乗り越えたことによりアブラハムは模範的な信仰者としてユダヤ教とキリスト教と並びにイスラム教徒によって称えられているそれはアブラハムがゲラルの王アビメルクと契約を交わした後のことであった奇跡の豪によって生まれた息子何にも増して愛している 一人息子のイサクを生贄として、捧げよと神が、直々に命じたのである。その命令の直後に、アブラハムが取った行動は、以下のように記されている。アブラハムは朝早く起きて、ロバに蔵を置き、二人の従者と、息子、イサクを連れ、焼き尽くす生贄に用いる焚き火を割り、神が示した場所へと出かけていった。創世二十二、三、聖書教会共同役神が命じた。 モリアの山を登るさなか、不死の間では犯罪についての短い会話が交わされている。一作は、捧げ物のコヒーツジがないことに戸惑うのだが、アブラハムは多くを語らなかった。するとアブラハムは、息子よ、焼き尽くす、生贄のコヒーツジは神ご自身が備えてくださると答え、二人は、さらに続けて、一緒に歩いていった。道二十二。 八個の時点でイサクはすでに自分が反罪の子羊として捧げられることを認識していたと思われる。しかし彼は無抵抗のまま父に縛られ祭壇の上に乗せられるのであった。この間の両者の心理状態については具体的には何も描写されていない。お父さんと呼びかけるイサクの言葉と息子よと答えるアブラハムの言葉からそれを押し量ることは可能なのだが それが帰って物語の悲劇性を際立たせていると言えよう。神の命令は、イサ作から出る者があなたの子孫と呼ばれるという21章12節の約束と明らかに矛盾していた。にもかかわらず、アブラハムはほとんど盲目的に神の言葉に従ったのである。実際には、イサ作の上に刃物を振り上げた瞬間、天から神のお使いが現れてその行為を止めた。 アブラハムが周囲を見回したところ、茂みに角を絡ませたお羊がいたので、彼はそれをイサ作の代わりに神に捧げた。神が犯罪を命じた動機については、伝統的に3つの解釈が指示されている。当時のイサ作の年齢については、様々な議論が喚起されている。彼の要望に関する、創世記における記述は22章5節のアブラハムの言葉しか確認できない。 ハザルによれば、エレミア書の7章31節に記されているもれく、神の人身国を非難する神の言葉との兼ね合いを、考えれば、アブラハムに対する命令は神によるものではなく、また神の意志が反映されたものでもないとしている。ラッシュはこの見解を発展させ、神の命令は人身国を支持していたのではなく、イサクを性別する儀式の執行を支持していたのであり、 実際、アブラハムはイサクを祭壇に乗せて、神に捧げた後、命令に従って、彼をそこから降ろしたと述べている。ミドラーシュアガダーでは、アブラハムは、その生涯において、サタンによる手の込んだ、様々な介入を受けながらも、不屈の意志で跳ねのけてきたとし、アブラハムを、モリアの山に差し向けたのも実は、サタンの誘惑であったと述べている。さらには、 その誘惑さえもが失敗したのを見届けると、サタンは、皿の元に赴き、アブラハムがイサクをほふったと言って、彼女をたぶらかしたと続ける。すなわち、そのショックがたたってサラは死んだと結論づけているのである。別のアガダーでは、モリアの山に到着するとイサクは、屠殺される際に暴れて、父を傷つけないよう、自ら縛られることを願い出たとしている。ゾハルでは、 創世紀26章の逸話について、イサクは、汚れなき生贄として選ばれたことにより、たとえ飢金の時であっても河南地方から出ることを許されなくなったと論じている。イサクの反則の物語は、論理的な解釈を通じて、キリスト教の主要なモチーフに影響を与えている。それは、イエスがイサクと同様、神に捧げられる史上の犠牲として描写されているからで、ある。 また、イサクは、汚れなき子羊の代わりとして犯罪に供されたのだが、一方のイエスは、洗礼者ヨハネによって、神の子羊と呼ばれている。十字架上の死という受難も、祭壇の上で縛られた、イサクのそれと形式上の類似性が認められる。イサクの犯罪に関する、これらの解釈は、キリスト教の伝統の中で競技化したのだが、それによりキリスト教徒は、 イサクが捧げられたとされる神殿の丘から、イエスが捧げられたとするゴルゴタの丘へ聖地を移したのである。その場所には、現在、聖墳墓,墓教会が建立されている。世界各地のイスラム教徒によって、毎年盛大に行われる、犠牲祭はこの古事を由来としている。クルアーンにおいてもイブラーヒームが息子をほふるという、主題が見出せるのだが、イスハーク。 イスマー・イールのいずれを神に捧げようとしたのかは明確に記されていない。一部のイスラム神学者はイスハークであったと主張しているものの、スンー派の大多数はアラブ人の祖先とされているイスマー・イールであったとする説を指示している。また、反災に教された場所もエルサレムではなくメッカであったとしている。一方、シーア派では イスハークであったとする説が受け入れられているのだが、これは彼らの多くがアラブ人はでないことによってこうむるスンニイハからの差別が関係していると見られている。また、ユダヤ教同様、イサクの反罪にサタンが関わっていたとする伝承はイスラム教にも見られ、メッカ巡礼の儀式の一つにその伝承にまつわるものがある。関連があるかは定かでないが、 ギリシア神話にも、娘、イーピゲネエアが父アガメムノンによって、生贄にされるという、イサクの反罪と、類似したテーマの物語がある。そして、イサクの反罪において最後には、お羊がほふられるのと、同様、イーピゲネエアは、メジカと引き換えに、アルテミスによって救われている。イサクの反罪は、数千年にわたって様々な議論を呼び起こし、 おののの思惑に基づいた多彩な解釈をもたらした。こうした、核破綻の力学の中で、人心国をタブー視する信仰が生み出され、それらは苦臭として支配除するに至った。そして、一人息子をも惜しまない、アブラハムの献身的な心構えが神の心を打った、ことにより、子孫の繁栄と全地の祝福が約束されたという、思想が形成されたと言われている。 ただし、この物語が提示する息子を捧げることの是非については、聖書文献では解釈が分かれており、例えば、列王記下の三章には、イスラエル軍とその友軍に追い詰められた、モアブの王、メシャが、城壁の上で長男を生贄にしたことによって、難を逃げたと記されているのである。一方、人身国の習慣が、一般的だった、この時代の他民族。 他宗教の観点から、アブラハムの神への忠誠心が、どのように評価されていたのかは定かではない。また、四式の十一章には、人心獄を否定する教訓としてか一人娘を、捧げた、エフタの話が残されている。アブラハムの熱烈な信奉者であった哲学者セイレン、キルケゴールは、その著書、恐れとおののきにおいて、遺作の反罪における、 アブラハムの心理状態を考察し、不条理な信仰と会議論に陥らない人生の可能性について検討した末、それを成し遂げたアブラハムを信仰の英雄として称えている。アブラハムは無限の定年を通じて、その無限を飛び越えた武闘者に見立てられているのだが、それは、奈落の底を通じて、思考の境地に達するという発想である。キルケゴールによれば、 アブラハムには最も背徳的とも言える手段、すなわち自殺という選択肢もあったのだが、その絶望の境地から一躍信仰の父としての評価を勝ち取ったとしている。ありがとうございます。